んばんは。休みメール送ったんですけど、届きませんでした。ごめんなさい。時間の関係で見合いませんでした。シングルリリースありがとうございます。本日4月13日に ST48 8枚目シングルが発売され、違うのが出た。オリコンデイリーランキング2位をいただきました。ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。 ST の CD 初めて買いました。ありがとう、嬉しい。ありがとう、こんばんは。ありがとうございます。花は誰のものもね、2分40秒バージョン、披露できてないんですけど、今日なんでなんですかね。フルサイズももうあるんですけれども、早くね皆さんにフルサイズを見ていただきたいなと思います。こんばんは、こんばんは。ということで、今日は私の尊敬しているユニゾンさんと愛子さんもね、配信でなんか楽曲出されてますよね、今日って。そうだから自分にとってもとても特別な日となりました。願う夜っていうやつ、願うよ、願う夜。とても幸せな日です。まあ、そうですね、 PR 舞台も発表、中間発表ありまして、見せつけるように冷たい飲み物飲んでる動画好きすぎた ね、あれさ、そう、ずっと携帯をねスカートのポッケに入れたかったんですけど、入れられなくてね、もう手に添えるしかなかった。特別な日に申し訳ないですが、今日誕生日でした。今村剛さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。速報か、中間じゃないか、おめでとう。サンリオキャラクター大賞の速報も、そうなの。ね、ありがとうございます。いやー、なんかさ、改めてああいう場にいると、
頑張っとけばよかったのかなって。頑張ってないわけじゃないと思うし、そういう選択をしてないメンバーがね。だけど挑戦してた方がよかったのかなって思ったり思わなかったり思ったりしたけど、ね、本当に豪華ですね、いろんな特典が。皆さんが予想してたのかしてなかったのかわからないですが、結果がね速報で出て、まあでもねまだ速報なので全然変わるかもしれないし、変わると思うし、ドキドキですね最後まで。今日の声出し聞いたよ、ありがとう。緊張した、一瞬でわさわさになるほどの風の強さと、すごかったですよ、マリリン・モンローでした。あとはもう花輪くんみたいになった髪が、こっちから風が吹いてこう、公約をソロで深夜ラジオにして今から参戦しようでもさ、公約って本当にできるのかな、目が。だって言ってさ入ってしまえばさ、やらんといけんってなるのかな。そうそう、本当は折り鶴タワーのあの展望台であのパフォーマンスを披露する予定だったんです今日。だけどそう、ちょっと風が強そうだねみたいになって、でじゃあちょっと今村ちょっと来てみたいな言われて、そうテスト要員で行きまして、そしたら風がすごかった。風がすごくてダメでした。もうスカートはめくれるわ、髪は全部飛ぶわ。本番前なのでその後に、まあでも私の髪は別にさバーバーなったところでさ、もう静かな場所に行けばすぐ戻るから大丈夫なんですけど、これをそのパフォーマンスの時にここでパフォーマンスしてもみんなの顔も見えんしみたいなさ、その場所的に気持ちいいんだけど、あのカメラとか的には不向きなあの気候だったのでそうなりましたね。ね、だってさ私が PR 舞台やりますって言ってさ、なんだろうソロ公演と冠ラジオと写真集とをやります、そしてミュージカルにも出ますとかさ言ったらさ、それでもしさ入れたらさ実現できるのかな、まあ、せざるを得ない状況に。なるんじゃないですか、だって言ったからには。いや、大丈夫ですよ。もしもしもしもの話です。いや出す気はないんですよ、出す気ないというか、だって私はさそういうのできるのかなって思ってる、みんなが各所に相談してっていうか、私できますかって言って
公約を言っとんか言ってないか分からんからさ。そうそうそう、どうなんだろうなって思いながらみんなの公約を見てって見てて今喋ってるだけです。公園と写真集ならできるはず。あ、そうなんだ。確かに確かに。いや違うよ、公約でしゃあの語ったものは本当に実現できるのかという話でした。それなら私も歌唱力ナンバーワン決定戦、まあ私なんて言ったらいいんだろう、あの投票とかじゃないからあれだけど、あの歌唱力決定戦決勝行ったらソロ公演しますとか言って、だから今回歌唱力頑張りますって言うとったら、まあでも別に応援はありがたいけどあれかちょっと場所も違うけどさ、公約掲げにはならないんだっけ。うん、掲げんでいいけど、掲げたらさ、掲げたもん勝ちやん。なんかいいなって思って、私もなんか公約あげたいなっていうだけ。そう、だって自分で喋ったことが実現できたらすごくないっていうだけです。自腹公演なんのかな。前回の PR 舞台でも公約あったけどほとんど達成してなかった気がします。あ、そうなんですね。確かにみんな言ってた、福ちゃんね24時間配信しててましたね。24時間配信は自分でできることだからね。いや私は今から参加するのは遅いし、まあ遅い早いはないとは思うけどさ、でももう決めたことなの話し会に皆さん来ていただきたいです。お話し会完売したらソロコンしますって言ったらいいってことじゃん。じゃあ私の今の目標で言ったらね、誰かがやってくれなきゃできないものは公約じゃない。うんね、いやだからどうしてるんだろうなと思って、自主なんて言うんですっけあれ、自分で出すやつ、自分で写真集作るやつ、なんて言うんだっけ、デジタルなじゃなくて自主出版、自費か。とりあえず来週スタジオ行きます。ありがとう、お待ちしてますオリズルタワー3本分ぐらい買う、なかなか難しい単位ですね。オリズルタワーの蜂蜜、広島はちみつレモンスカッシュみたいなののやつめっちゃめっちゃ美味しかったのでぜひ飲んでください。本当に美味しかった、美味しすぎてびっくりしました。新しい衣装の道早くみたいね、今日もあのバゲットさんで3人が来てたけど、
あれがね、6年目の衣装になりますね。可愛いよね。楽しみにしててください。どこで初披露でしょうかね。ん？どうでしょうか。こんばんは。ジャケット衣装ってなんだ？ね。皆さんカップリングも聞いていただいたと思いますが。曲ですよね。なんかさ、船から降りたもめっちゃ好きだし、あとの2つはなんかユニットだけどさ、すごくディスコチックというか、うわ絶対ここの間奏踊るやんみたいな、絶対この間奏で踊るの楽しいやんっていう感じで羨ましかった。あーここの曲いいね、この感想のギターみたいな、ずっと聴きながら思ってました。こんばんは。あとはね、まあそうですね、今までの STU のユニットにはあんまりなかったような楽曲でしたね。あとは私は今日恋ラジに出演しまして、水曜日ね、いつもなんですけれども、久しぶりのカップリングだ。私カップリング今まで全部参加してたんですけど、今回はなかったですね。だから初めてカップリングに参加しないのが初めてだったんですけど、なんか今までがありがたかったなって余計に感じましたね。そうだから今回うわーっていう意味じゃなくて、ああ今までって恵まれてたんだなって思いました。そう今日ね、声ラジでヒッピーさんがね、ミッピーヒッピーさんが東京でライブをされてるということで、今日が私がこのさマイクのオンオフとかをねやるポジションだったんですよ。もう回しも私でとても緊張したんですけど、もう頭がフル回転で、でも褒められました、褒めていただきました、村上アナとかに。そういやいけるねパーソナリティって言っていただいたので、まず深夜ラジオをしたいんですよねってNHK さんで、NHK さんでとは言ってないですよ、深夜ラジオとかもしてみたいんですよねって話をしたけど、 NHK さんって深夜ラジオしてんのかな。普通にこなしてるように聞きました。ありがとう、進行めっちゃ良かった、嬉しい。なんかいつもヒッピーさんがいらっしゃって、私がそれにちょっと足すいじられるみたいな感じだから、全然今までとなんか感覚が違う水曜日で楽しかった。AM 顔、何 AM 顔って、 PM AM 深夜ラジオ向き、朝顔ってこと、朝顔。あのね、そうキワキワの話がしたいとかじゃなくてあの声がね眠くなるってよく言われるから、あのあそういうことか、そういうことね、ラジオ局さんね。そうだから2時とかに眠れない皆さんのあの睡眠薬みたいな感じの
なんかね、なんかしてみたい、ラジオ番組で生でしたいので、そのためには2時まで起きとかんといけんやんか。最近めっちゃ寝るの早いんですよ。そうだから2時まで起きとけるかなと思うけど、ふふ。そうそう、いや夜型だったんじゃけど、最近ね、最近もうダメなんですよ。うわ、そう、間違えましたよね、それやっぱり使い方見て。あれ、わ、もうこれ、え、消えてる。焼肉のタレこぼしたんですよ、ここに。焼肉はしてないんだけどね、なんかお肉焼いてサンチュで巻いて、そこに焼肉のタレをね乗せて食べたのよ。え、消えたわ、見てって見せたかったのに消えてましたわ。ちょっと手洗います。睡眠時間めっちゃ長くなった。恋ラジに送れないくらいめっちゃくだらないメール送って読まれたい。いや、そう、もうくだらない番組がしたい。大好き、くだらないの。消えてよかったね。うん。何時に寝てるの？え、12時半か1時までには寝てるみたいな感じです。本当に眠たい、絶対楽しいやつ。そう、やっぱでも2時とかになるとテンション高いのでダサ、この手ダサそう、テンション高くなるから、やっぱそのテンションが高い私をね、声で感じてほしいですね。最近自分の動作ダサいなってよく思って、なんかよくこれするんですよね最近。なんか嫌なんですよ。いや嫌なんですけどなんか出ちゃうんですよね、悲しい。可愛くしていかなきゃ、可愛く可愛くね。夜になるとテンションが上がるからでもこれもダメだな、ダメだな。そうね、まあでもなんかすごく、そうだからね、水曜日がさ、全然今までの水曜日と全然違って、まあ、今までが気抜いとったわけじゃないんじゃけど、いじられポジションぐらいのなんかちょっとは、お寿司屋、お寿司のさパックに入っとるさ菊みたいなポジションだと思ってさ、水曜日に向かってたから。でも今日はお寿司のアナゴぐらいだったから多分そう、だからなんか、あ、ポジションが違うとこんなに気分も違うんだって思って頑張りました。ラインライブも使ってた。
こういうラジオがしたいんよ、こういうラジオが。皆さんがハテナになるようなラジオがしたいな。はい、ということで、結構さ、でもさ、タイムをいい感じにキープしてたよね。ヒッピーさんよりうまかったんじゃないっていうくらいさ、なんかどこも焦らずさ喋れたよ。そうそう、でもヒッピーさんのトーク、声も、声なんて言ったらいいんだろうね、声の波というかもいいですし、あの尊敬しました。やって改めてヒッピーさんの凄さも分かりました。ごめんなさい、ヒッピーさんよりとか言って。はい、やっぱり素晴らしいお方です。でも私もいつかあの別でしてみたい。恋ラジはハックしません。自分は別で番組をいただけると嬉しいなって嘘嘘、自分の力で頑張ります。やだ、嘘嘘だって。もうみんな聞いてね、8枚目誰かラジオのお仕事されてる方とかいらっしゃいますか。今村さんすごくタイムキープも上手で、あの声とかもいろんな色の声出せるので、あの朝でも夜でも昼でも行けますということで、はい、壇上を読んでいきたいと思います。22から22、丸三角四角さん、21 AK さん、20 J ポング香港さん、19マモルンさん、18りょうすけさん、17ライザンさん、16オフさん、15たかゆうさん、14速報22さん、13ホジェさん、12シギさん、11MKさん、10長谷川さん、9マサジさん、8クハクさん、7ブルーさん、6キミさん、5昔からおじんさん。 Oh my god、ちょっと13位から読み上げますね。13位 M ケンさん、12位長谷川さん、11位マサジさん、10位オフさん、9位クハクさん、8位ブルーさん、7位キミさん、6位昔からおじんさん、5位マサさん、4位ナカンさん、3位坪井ゆうすけさん、2位バシノブさん、そして1位はドゥルルルちゃんドラッキーさんでした。ありがとう。また花は誰のもの、カラオケ入ったら歌いますので。入ってんのかな、ちょっと見てないけど、また歌いますね。それまでたくさん聞いてて、それ以降もおやすみなさい。バイバイ。